もキャメです。今日はですね、ついにこの子を迎えしました。この子はですね、ミシシッピニオイガメの赤ちゃんですね。本当にちっちゃくて、もう多分これはまあ一円玉サイズと言ってもいいんじゃないかなって感じですね。ちなみにミシシッピニオイガメというのは草ガメ、ミドリガメよりもね、水の中にいる時間が長くて、水深を深くしてあげる必要があるんですけども、まあでもね、この子結構大人になっても確か高長が13センチ最大でぐらいしかならないちょっと小型のカメで、お逃げる逃げる逃げるな、よし、結構ね飼いやすい種類ではありますね。元気だな。逃げる逃げる、危ないと危ないと、ね、ほらほら見てください、この小ささ、すごいちっちゃいですよね。もしねこの子もね飼育環境ちょっと作ってあるんでね、そちらの方に移していきたいと思います。こちらがミシシッピニオイガメの飼育環境になります。シェルター、こちらがですね100均で買って、これが組み立て式でのケースだったんですが、ちょっと浮いてしまいまして、もう畳んだ状態で使っています。まあでもなんとかね使えるんでね、ちょっとまあちょっとの間はこれで我慢してもらって、またねちょっとちゃんとしたものをね100均でなんか材料を買ってきて作りたいと思います。奥にあるのはこちらがキーターですね。これむき出しの状態だったんで、鉢底ネットですね、グルーガンでこちら接着して作りましたね。これちょっとねちょっとしたら浮いちゃうんでね、これもまたなんか改良が必要なんですけど、まあ改良したらちょっとまた動画にしてきたらなと思います。まあこっちのねまあ陸地もですね動画にしていきたいと思います。ね、使っているフィルターはこちら、ジェックスさんから発売されているカメ元気水中フィルターですね。こちらを使用しています。まあ、あとはね元気さん、あとはライトですね。まあ、ミシシッピニオイガメ、水性のカメなんで、まあ、ライトも別にいらないってことだったんですけども、じゃあもうこちらボルカメハタからね、発売販売されているボルテスに8類用のライトをつけてちょっと使っています。このボルテスはね、まあなんだ、何年か前、10年くらい前かな、ちょっと買ったやつなんですけども、本体はね8類用ライトもだいぶ何年前だろうなっていう品物ですが、まあなんとか使えてるんでね、もうまあ使っていきます。そこ乗るのかね、うん。でこれ水深なんですけども、ちょっとこれ普通小亀だったら、甲羅が完全に浸かるぐらいで十分らしいんですが、ミシッピニオイガメはね水性、完全水性ガメなんて言うんでしょうかね。なんでこうちょっと深めにやってます。まあもうちょっと大きくなればね、これぐらいだってこれぐらいまではしてもいいのかなって感じはしますね。で餌なんですけど、こちらちょっと映るか、はい、映った、カメプロスプレミアム、これをあげています。まあげてますって言っても初日なんでね、ちょっとあげ試しにあげてみたんですが、まあ環境に慣れないせいかこの通りちょっと残っている状態ですね。でこれですね、中身よいしょ取れるかな、これ一粒一粒がよいしょ、ちょっとミスシップ、これちょっと大きいんでね、半分に割ってあげてます。よいしょ。で、ね、店員さんの話だと、これかこのままあげるとくちばしをかけてしまう恐れがあるので、ふやかしてからあげてくださいということなんでね、これはふやかしてあげています。まあちょっと環境に当てないんですけど、まだ食べてないんですけども、いやーでもこれかわいいな、本当に。はい、というわけで今回はミシシッピニオイガメをお迎えした動画を撮らせていただきました。今後ねこの子の成長記録というのをねどんどんつけていきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではバイバイ。大丈夫か、おおすごいな。